コペコしたいんでしょ。今回だけよ。ありがとうございます。ねえねえおじさん、これなんか人を縛るのにいいと思うよ。手助けすな。名探偵コナン、スーパーで万引き、おまわりさん。ランも小さくなったの？バレた。うん、上等だ。平和主義者を敵に回したらどうなるか思い知らせてやれ。はい、じゃあ平和にやれ。コナン君、次の死体見つかった？警察失格だよ。あの、すみません、凶器閉まってもらっていいですか？それはそう。白鳥忍三郎、捜査一課の恥。そうだぞ。お父さんの後ろで明らかにコナン君が喋っていて、気づかないふりをするのがしんどい。我慢しろ。クック。カタカタ。クックック。定時だ。根は真面目。コナン君見たわね。私の髪を強化しているところを。終わったな。髪も凶器になるのよ。お父さん。パパやんな。俺たちもやっと元の姿に戻れたな。お前らもだった？よっしゃ。顔面にバーローしてやるぜ。いや、キモすぎる。コナンファンの内訳、灰原好きなロリコン、アムロさん好きな腐女子、黒の組織の皆さん、ほぼ犯人じゃねえか。アイくん、男湯に来て背中を流してくれんかの。一人で入れ。そうだな、あゆみちゃんも入ろう。おい、エロガキ。おお、君らも来ていたのかね。偶然ですな。狙ってんだろ。なんやなんや、揃いも揃って。事件か？ある意味そう。何？ヒットが男湯の富士山の壁画を奪う？させるか。総員男湯に配置につけ。カオス。何度も麻酔針を打たれた小五郎は人間を捨てカワスを覚えた。化け物じゃねえか。とどめはこの角で。追い打ちかけんな。角ドリルが効かないならこれでどうだ。アンパンチ。もうやめたれ。いつもなら麻酔が切れる時間なのに目覚めない。犯人こいつです。どう推理してもランが犯人という結論しか出ない。大正解。コナン君に振り向いて欲しくて垢抜けしたんだよ。それただのコスプレ。体は子供、頭脳は大人。となったらやることは一つ、お風呂覗き。ババババロロロロババババロ。バグってる。しくじり先生、俺みたいになるな。教訓、遊園地で知らない人についていかない。初歩的。名探偵コナンで疑問に思うこと。ランの髪型はどうなっているのか。米花町の警察は一体何してるのか。コナンが身長1メートルだとしたらランは2メートルあるのか。それはあります。この風味、これはモウに巧妙に見せかけた牧場絞りだ。ドヤ顔で言うな。もう、水着の中にナマコ入ってるぞ。そっちもアワビが。高木刑事、血迷う。いつも通り。ん？これくらい青酸カリ入れれば間違いないだろう。なんで飲めんだよ。今頃気づいたか、新一。捜査、組織で芋焼酎と呼ばれている男はわしのことじゃよ。黒幕だったか。返せ。それは子供が使う風船じゃねえ。お前も使わねえだろ。大人はここで使うんだよ。風船をな。やめろ。さようなら。新一兄ちゃん、別人だった？蝶ネクタイメガネ男子といると、殺人事件遭遇率10割なんですよね。もう友達やめようかなと思ってます。ナイス判断。犯人は博士だよ。ロリコンだしな。マジかよ、アガサ最低だな。黙れ、光彦。新一くん、一緒に泳ごう。俺はプールじゃなくて、お前の水着の中を泳ぎたいぜ。きっしょ。キスするときはちゃんと。女の子の顔見て。そこでやんな。しばらく事件がないと具合が悪くなる。病気だよそれ。どりゃー。そうだ、いいぞ、派手にやれ。あとは俺の仕事だ。復活しとる。登場人物全員デブしかいない名探偵コナンにありがちなこと。黒の組織のコードネームが揚げ物。こってり。あゆみちゃん、私にもターボイドを教えてちょうだい。暇かよ。はい。夢のような気分になれるハーブよ。はい、アウト。コナン君のあそこだけ新一と発覚。そこで判断すな。あれ？俺が真犯人だったのか？頭脳が大人になりすぎて認知症に。アニメ終わるて。ドーン。もうそんな季節か。どんな季節だよ。ランが死体を見つけたが、犯行現場に凶器が見当たらない。角じゃね？何かがおかしい。すぐそこまで分かってるのに犯人が分からない。目の前におる。コナン君、まだ凶器の刃物見つからないの？挑発すんな。お前の角で一月にしたんだな。ラーン、遅えよ。ようやく気づいたようね。じゃあ最終決戦と行きましょう。死神さん。ああ、これで終わりにしよう。トリケラントプス、もう映画化しよう。あなたには待ってる角娘がいるのにいいの？お前の方が最高なんだよ、バーロー。堂々と浮気すな。ああ、よかった。健康診断どこも異常なかったみたい。異常しかねえよ。何度も針が刺さったおっちゃんのうなじの傷跡がえぐい。お前がやったんだろう。タチションだけでこの扱い？当然です。ラン姉ちゃん、もし無事ならすぐめぐれ警部に連絡して保護してもらって。僕とおじさんは無事。強盗団と一緒。場所は港の倉庫町。詳しくは今朝の折り込みチラシで。スーパーか。ハッピーハロウィン。
お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。お願いします。あ、灰原、手を離せ。今回の被害者はお前だ。助けてやれ。毎日遺体の数を報告してくれる。最高。今度はこれ入れてみるか。入るか。好きなの？コナン君のこと。だったらどうする？だったら3人でしよっか。そっちの趣味が。新一くん、中にバーローしてみる？意味深だね。もう貯金残高より事件数のが多いんだよ。働け。スパルタ。デブの体温は氷という文字まで溶かしてしまう。もう才能だよ。ドーン。チラ見せサービス蹴り。殺す気か。あ、ダメですよ。人のメールを勝手に。ちょっと。ルナルナもチェックする気ですか？やる気満々。服部君にはもったいない。先に味わってやるぞい。カズハ逃げろ。新一、わしじゃよ。乗っとんな。次の犯人役が決まった。なんかかわいそう。さっき灰原が口つけたところに、そっと唇をこすりつけた光彦が今週の新犯人。それだけで？うるせえな。お前、吉田沙織と同じカテゴリーだからな。嘘だろー。キャーン。もう死体見慣れたけど一応やっとく。大事大事。勝手にトイレに入ってきて何する気？まさかその大きな角で。ちょっと期待してね。コナンが証拠を捏造していた。誰か止めろ。おもちゃの銃かと思って撃たれたふりをしようと考えたら、時すでに遅し。つら。あん、いやん。ねえ、私の主演作じゃない。インラン姉ちゃん。何がウサギ狩りよ。ちゃんと食ってやるから安心しろ、バーロー。安心できるか。いいから出せ。ボロン、それは出すな。ランたちと温泉旅行に行くと決まってからずっとニヤついている。おい、エロガキ。もう新一帰ってこないから。コナン君と結婚します。結果一緒。アポトキシン4869の副作用。子供になる。やたら事件に遭遇する。そのせいだった？お前のその、ココナッツミルクを飲ませてくれ。金も。ここ。3P 大丈夫なとこなのかな？そこでやんな。コナンの手が入った。ガバガバ。毛利君、元気がないようだが大丈夫か？にぎにぎ。どこ触ってんだよ。副社長が犯人で決まりなら俺らは帰っていいか？そろそろ終電の時間ですし。帰って今後のことを妻と相談しないと。わ、私は。帰って全身黒タイツに着替えないと。犯人こいつです。コナン君、もっと体が温まる運動しよう。何する気だよ。ふーん。ランってトイレで角交換するんだ。覗くな。ラン姉ちゃん、人間じゃなかった？民間の方は安全な場所へ退避。ただいまより、聖火手聖人捕獲作戦を開始する。お前もか。名探偵コナンであってはならないこととは？平和。終わった。灰原、そのタオル、ペロンってやっていいか？いいわけねえだろ。ピストル忘れたから。デスビームと叫んだ。役立たず。事件を解決した数は？ゼロでしょうね。悪いが、新一はわしのもんじゃ。博士終わったな。ガラガラ。わあ。かいわれ大根はマヨネーズ派？僕はケチャップ派。距離感バゲってる。